5月25日月曜日の山陽新聞ニュースです。岡山県警は2019年に交通人身事故が6件以上発生した県内の事故多発地点をまとめました。多発地点は岡山市と倉敷市、林間城の合わせて14カ所で前の年より3カ所減少しました。最も多かったのは9件発生した岡山市の青江,江交差点にし、 国道二号線の流出入路付近でした。ここは、側道からバイパス本線に合流する地点で、渋滞で減速や停止した車に追突するケースが目立ちました。新型コロナウイルスの感染拡大で、夏の全国高校野球とその予選が中止になったことを受け、岡山県高野連に加盟する全59校の監督で作る、 監督会は24日、岡山市内で総会を開きました。健康や連が7月18日開幕を視野に開催準備を進める代替大会について現場の要望をまとめました。健康や連は監督会の要望も踏まえ6月4日に大会の運営方法などを決めます。新型コロナウイルスの影響で機会が減っている。 外遊びを楽しんでもらおうと、紀ビ中央町の国立紀ビ青少年自然の家で24日自然体験イベントがありました。参加した親子は職員の案内で森を散策して丸太の上をバランスを取りながら進み、ロープ図体に坂を登るなど野外活動を満喫しました。続いて天気予報です。 5月25日、岡山県南部は曇りでしょう。最低気温は18度、最高気温は28度でしょう。岡山県北部は曇り、ところにより、昼過ぎから夜の初め頃、雨でしょう。最低気温は15度、最高気温は27度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後10%、岡山県北部、 午前10%、午後30%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。